空港の駐機場など屋外で働く航空会社の地上スタッフは、これからの時期、厳しい日差しの下で長時間にわたって作業をする必要があり、熱中症対策と感染症対策の両立が課題になっています。全日空は、現在職場では必ずマスクを着用するよう求めていますが、地上スタッフについては、他の人との間隔が十分確保できる場合には外していいことにしました。 羽田空港の駐機場では、今日午前中から強い日差しが照りつけ、スタッフたちは旅客機の誘導や荷物の積み下ろしなど、それぞれの持ち場に分かれた後は、マスクを外して作業に当たっていました。会社では、このほか地上スタッフに対して、通気性のいい生地の作業着を新たに採用するなどの対策を取っているということです。ANA エアポートサービスの松井慎吾マネージャーは、 夏場の中上は暑さがが厳しく注意が必要だ。屋外では状況に応じマスクを外すが熱中症対策も必要なので理解してもらいたいと話しています。 空港の駐機場など屋外で働く航空会社の地上スタッフは、これからの時期、厳しい日差しの下で長時間にわたって作業をする必要があり、熱中症対策と感染症対策の両立が課題になっています。全日空は、現在職場では必ずマスクを着用するよう求めていますが、地上スタッフについては、他の人との間隔が十分確保できる場合には外していいことにしました。 羽田空港の駐機場では、今日午前中から強い日差しが照りつけ、スタッフたちは旅客機の誘導や荷物の積み下ろしなど、それぞれの持ち場に分かれた後は、マスクを外して作業に当たっていました。会社では、このほか地上スタッフに対して、通気性のいい生地の作業着を新たに採用するなどの対策を取っているということです。ANA エアポートサービスの松井慎吾マネージャーは、 夏場の中期場は暑さが厳しく注意が必要だ屋外では状況に応じマスクを外すが熱中症対策も必要なので理解してもらいたいと話しています空港の中期場など屋外で働く航空会社の地上スタッフはこれからの時期厳しい日差しの下で長時間にわたって作業をする必要があり熱中症対策と感染症対策の両立が課題になっています 全日空は現在職場では必ずマスクを着用するよう求めていますが地上スタッフについては他の人との間隔が十分確保できる場合には外していいことにしました羽田空港の中機場では今日午前中から強い日差しが照りつけスタッフたちは旅客機の誘導や荷物の積み下ろしなどそれぞれの持ち場に分かれた後はマスクを外して作業に当たっていました 会社ではこのほか地上スタッフに対して通気性の良い,い生地の作業着を新たに採用するなどの対策を取っているということです ANA エアポートサービスの松井慎吾マネージャーは夏場の中期場は暑さが厳しく注意が必要だ屋外では状況に応じマスクを外すが熱中症対策も必要なので理解してもらいたいと話しています 空港の駐機場など屋外で働く航空会社の地上スタッフは、これからの時期、厳しい日差しの下で長時間にわたって作業をする必要があり、熱中症対策と感染症対策の両立が課題になっています。全日空は、現在職場では必ずマスクを着用するよう求めていますが、地上スタッフについては、他の人との間隔が十分確保できる場合には外していいことにしました。 羽田空港の駐機場では、今日午前中から強い日差しが照りつけ、スタッフたちは旅客機の誘導や荷物の積み下ろしなど、それぞれの持ち場に分かれた後は、マスクを外して作業に当たっていました。会社では、このほか地上スタッフに対して、通気性のいい生地の作業着を新たに採用するなどの対策を取っているということです。ANA エアポートサービスの松井慎吾マネージャーは、 夏場の中上は暑さがが厳しく注意が必要だ屋外では状況に応じマスクを外すが熱中症対策も必要なので理解してもらいたい」と話しています。